はるやみさん、こんにちは、かんです。ということで、皆さん、このウェルナー使ったことありますでしょうか僕はですね、このキャラ、当たってから一度も使ったことなかったんですけども、今回使ってみたら結構強かったんでね、紹介していきたいなと思います。まずですね、この子は、ね、特殊状態にならなくとも、打球交換無効ってのがつくんですね。これがあることによって、s s スインが効かなかったりであったり、あと、サーブタイプのね、あの、フラットサーブが効かなくなったりするんでね、結構強かったりするわけなんですね。それに、プラスですね、スタミナ緑色で、スインゲイリアプラス10%っていうことで、スインゲイリアも結構広いっていうような感じなんですよ。で、多分ね、タイトルとサムネにもなってると思うんで けどこの子 SS 打たなくても特殊状態になれるんですねまあ、これがあることによってですねこの子で普通に強くなれるプラス他のキャラで SS 打てるっていうでめちゃめちゃ強いんですよでも、まあ、どうやってね SS を打たずに特殊状態になるかっていうとあのー、特殊なコマンドを打ち込むんですねはい試合中一度伸びロブスライスロブスピンの順に打つと受注式受注式を展開し特殊状態に変化するとほんでしかもコートを正解かストームショットで打つことによってねあのストーム対策になるっていう感じなんですね その代わりにですね、SS ゲージリセット &SS1 回制限の呪いを付与されると、さらに力を得るコードが存在していると。なのでな、ね、これ以外にもコマンドがあるわけなんですよ。こういう感じにね、変身することができるんですけど、そのコマンドっていうのがどこに書いてるかって言いますと、こういう感じで、つながるコードは思い出の中って書いてるんです。なので思い出を見ていくわけなんですね。で思い出1から6まであるんですけど、そのうちの5のね、ところでスキップって押してあげて、ここで。 書いてるわけなんですよ。ここに、えっと、これ覚えなければならない。結構めんどくさくあるんですけども、はじめの方僕ね、全然忘れまくってね、もう、何、もう一つの携帯にね、このスクショを映しながらやってるぐらい覚えられへんかってんけど、まあとりあえずね、これドロップ、ロブ、ドロップ。で、スライス、ドロップ、ロブ、ドロップ、スピンっていう感じなんですよ。まあここ見、ここ見たらわかるんですけど、こうやって区切られてあるじゃないですか。ドロップ、ドロップ、ドロップ、ロブ、ドロップっていうのは一つの塊なんですよ。それを打ったら一回スライス。で、またドロップ、ロブ、ドロップでまた次スピンって。 ってあげるとですね、あのー、もっと強い状態になるんですね。まあ、どう強くなるかっていうと、スタミナダメージ無効になるっていうのと、 失点時解除っていうのがなくなるんですよ。普通のウェルナーやったらね、あの、失点してしまうと特殊状態解除っていう感じにはなってたんですけども、このあの、秘密のコードを打ってあげることによってですね、もう永遠と特殊状態になることができると、失点しても全然特殊状態のまま折れるよーっていう点でめちゃめちゃ強いわけなんですね。で、この子にね、持たせるべきギアとね、靴に関してなんで、ラケットと靴に関してなんですけど、ラケットに関してはですね、ロブギア賞を打てるやつが一番いいんじゃないかなと思います。先ほどもね、言うた通りなんですけども、コード打ち込むときにね、ドロップ、ロブとか、ロブとか打ったらね、 あスピンちゃんはスマッシュエグいの飛んでくるやんか。だから相手にこの何コマンドがバレてたらすごいなんか。 えげつないスマッシュとか打たれてしまうわけなんですね。なので、ま、ああの、次ロブっていうタイミングでロブショットを打ってみたりとかすることによって、相手を混乱させることができます。はい。<laughs> ま、これ結構大事なんですよ。ほんで、ま、あスロットスキル3にですね、2ポイント1個スインゲリアプラス7%っていうことでスインゲリアはもっと持ってるっていう感じですね。ほんで、オートスキル1でもスインゲリアプラス7%っていう感じです。ほんで、ま、シルビアラケットではなくてこっちのラケットを持たしてる理由はですね、あの、あれなんですよ。あのー、s s 打つ機会っていうのがないから S2 にされたと弟みたいなところがあるんで、こっちを持たしてるっていう感じですね。 こ靴に関してもスイングレはめちゃめちゃ広げてるっていう感じです。なのでウェルナーでめちゃめちゃ戦いやすいわけなんですよ。この子スタミナ消費カットみたいなやつやらなくてもですね、先ほども言った通り秘密のコードを打ってあげるとスタミナダメージ無効っていうのになるので結構強いわけなんですよ。ということで今回そこのウェルナーを使っていったんでその試合を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。 はいというわけでやっていきましょう相手はですねトレジャーオスクロールとラインズマンシャルロットとまあ、ソアラを入れてるっていう感じなんですけどめちゃめちゃキャラ強いですよねほんまにトレジャーオスクロは欲しいんですけどもまあ、ほんまにね後継者を倒すにはねトレジャーオスクロールが必須と言われてるほどね結構後継者も暴れてるわけではあるんですけどもまあ、とりあえずですね初手ウェルナーでいきますはいはじめドロップで次ロブ で、またドロップ打ちまして、こういうことがあるんですよ。スマッシュがね、えぐい角度で入ってくるんで、これちょっと注意してほしいんですよ。はい。なので、スイングギード広げてるっていう感じです。ほんで、ウェルナーって結構ね、体力なくなりやすいんで、あのリーダーをミーアにしてるっていう感じですね。ミーアリーダーやったら体力あの50%回復することもできるんでね。まあ、それで、あのー、ミーアを仲間に入れてるっていう感じです。 はい、ほんでこれあのー、こう失点するじゃないですかほんでまたあのこれ途中からなんでそれ覚えておいてくださいまた初めからドロップロブドロップってやらなくていいですからドロップロブで失点してしまって次またドロップって言ってあげるとまあ普通に続きを打っていけるのでいいんじゃないかなと思いますただですねあのあれなんですよ 打ち上げてしまうと、また初めからになってしまうので、極力打ち上げないように戦っていただけたらなと思います。基本的にソフィー相手とかいって結構厳しかったです、僕的にはね。あの、ソフィーのあの陣にかかるんですよ、初めから出てる陣にね。ほんでなんか、バーンって飛ばせて打ち上げてしまうことがよくあったんで。 あの僕はあんまりおすすめしないという感じですねはい、ま、でウェルナーでねあのー、この術式展開する前にですね他のキャラで SS を打ってあげることによってまあ、ウェルナーでねこれ特徴点になった瞬間に体力,体力ちゃんは SS ゲージが30%になるんですよこれをあのうまく利用していくんですこれ SS が100%溜まってる状態でこのね変身してしまうとですね SS ゲージが30%まで減るっていう形になるんですよただ他のキャラで SS 打って SS ゲージが0%なりまあ、10%20% なりの時は SS ゲージが増えるっていう形になる でこういう戦いいいいいい戦方してああげるんが、まあ、いいんがままじゃないかなかと思いますただまあわざと失点するっていうのはまあ微妙かもしれないですけどまあそれは皆さんのねあの好きなように戦っていただけたらいいんじゃないかなと思いますまあ、僕的にはウェルナーでえっ、ー、と強くな,なる手前ぐらいでですね他のキャラで変えてオンザラエッセイス打って決めてほんでウェルナーで変身時そっから戦っていくほんでまたエッセスが溜まってきたらウェルナーでエッセス打つ必要ないのであのオンザラエッセイスで決めていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってますか、はいこんな感じの戦い方がねあウェルナーは結構強いんじゃないかなと思っていますということで 1試合目終わったん、ね、で続いて2試合目やっていきましょうあえて黒の後継者いますね一応スタミナダメージ無効なんでね黒の後継者もいけるんじゃないかなっていう話になってたんですけどもちょっとあの僕的には厳しかったですね一応1週間試し あの試し使い何て言ったらいいん指を <laughs> みたいなことしてみたんですけども全然勝てなくてねいや全然ってことはないんですけど安定して勝つことができなかったんでまああの後継者の対策キャラとして紹介するのはやめたっていう感じですねはいほんこんな感じでミーアのドリンクを取ってあげることによって体力50%回復するように戦いやすいっていう感じですはいほんでもう変身できましたねもうこういう感じでもわざと失点しなくていいと思うんですよ普通にもうこうやって戦ってあげてあのー、まあ ほんでこれ3打球ごとめっちゃいいよね。これ説明するの忘れたね <laughs>。3打球ごとにですね、ドロップなりスピンなり、あとは何かあったかな、カーブショットみたいなのが打てるっていう感じ。この3種類かな、この3種類が打てるんで、相手は結構嫌っていう感じなんですよ。まあ、ソフィーとかね、あのー、あとはブラックホールの徳川みたいな感じの戦い方になるっていう感じなんですよ。まあ、戦い方はちょっと違うくはあるんですけども、まあ、同じ位置からですね、いろんな球の軌道が飛んでくるっていう点で、相手は結構ずっと緊張しなければならないので、結構嫌なんじゃない なないいかなと思いますで、スタミナダメージもこうなんでね、あのー、スタミナ消費カットのクスとか吐かせる必要ないので、もうスイングエリアに、ね、全振りしてるわけなんですよ。なので、体力無限でかつ、こんなにスイングエリア広かったら、相手ね、もうあのどうやって攻めたらいいかわからない状態でやるんですよ。なんなら黒の後継者より強いんじゃないかみたいなね、とこあるとは思うんですけども、まあ、僕的にはきつかったですね。<laughs> あの、一応、あのー、何、入れバギミック出されるし、あの、スペシャルも結構ね、強かったりするんでね、僕は、あの、あんまり黒の後継者には勝てなかったんですけども、全然かつ、あのー、何、ポテンシャルは持ってると思うので、めちゃめちゃ 困ってる人は1回ウェルナー試してみてもいいんじゃないかなと思います。 ほん、はい、で、相手のちょっとスペシャルが怖くて、めちゃめちゃローブショット打ってたら、ちゃんと後ろから打ってくれたんで、ね、僕の思い通りって感じです。はい、ほんで、これね、3打球ごとに来る、これ、たまに忘れてるんですよ。僕自身もね、あ次それかいってなるときあるんでね、相手の方がもちろんね、わからないことが多いと思うので、まあ、結構それでも決まったりするっていう感じです。ほんで、スマッシュ打った時もね、この、あの、な変なショットみたいなまはあ、適用されるんで、あのスマッシュの時にスライスとか、ドロップとか打ってあげると結構強かったりします。まあ、スライスが一番いいから、ドロップやったらね、ちょっとだけテンポずらしてやらなあかんか。 相手に気づかれるる可能性あるんですけどスマッシュの姿勢でスライスでね打ってあげるとですねもうあの相手は取れないっていう状況になったりするんで結構おすすめですよあほんで体力全回復するっていう能力あったねあのこの裏コードみたいなやつではねいやーこれいいっすよね <laughs> 結構ローマンあるほんで初めのさあのキャラセレクトのとこあるやんかあそこで あのタップしてあげるとウェルナーがこれに、ね、変身するっていうのも結構かっこいいですよね。あの、当初欲しかったんですけど、コロンコもだいぶ遅れてきた感じですね、確かね。ふふふ。で、もスインゲレ広かったんで、ラインズバシャルのオンザラインエッセンスも取れたでしょまあ、相手の打ち方がちょっと下手くそやったかもしれへんねんけど、まあ、でもそれでもね、こんだけのスインゲレ誇ってたら結構取れるのでね。まあ、あの、まあ、ラインズバシャルだったら厳しいと思うけど、毎回オンザラインショット取れるとかやったらまた話が変わってくると思うねんけど、まあ、あのー、特殊ショットで、まあ、決めれたりとか、ただ相手ね、9イショット打ったらね、 ウェルナの弾全部吸引されるんであの打球合格無効果もよく作って言ってたんやけどあれ特殊状態じゃないときだからねあの通常状態のみなんでまあそれがいいとこでもあるんですけど悪いとこでもあるっていう感じなんですねなのでまあ、吸引されておしまいっていう感じではあるんですけど相手がああいう感じでスピンばっかり打ってくる人なのであれば結構いけたりするのでうん まあ結構楽ですよね。<laughs> ほんで、あ、そうそう、スマッシュもなんかね、飛燕スマッシュみたいなやつになるんですよ、ね。ほんで、だからこれを知らん、ウェルナーなんか、だって性能知らないじゃないですか、正直ね。だって僕これ使うまで全然性能知らなかったですけど、あのーは、こういう感じでスマッシュが変化するんです。これ結構強いですよね。ほんで、相手がね、あのー、3言うことにドロップとかスピンとかスライスとかのあの球取るじゃないですか。ほんで、6秒間ね、相手、s S 改変強制発動っていうのがね、 あの発動してですね、相手の SS の軌道弱なるんですよ。ほら、見て見て見て。オンザラエッセスやったやつがこんな遅く、あのまっすぐバーって飛んでくる感じなんで、結構取りやすくてね、結構いい感じになっております。はい。まあ、それも結構強い点ではありますよね。これもっと初めに全部せ紹介するべきやったこと、なんかめちゃめちゃ漏れてもうて、ほんで最後の方、動画の最後の方まで伸びてしまってるんやけど、みんな見てくれてるかな <laughs> ま,まあ、いいか、使ってたら分かってくると思うから、まあ、あのそれはよしとしましょうという感じで、まあ、こんな感じで皆さんもウェルナー使ってみてください。ということでまたお会いしましょう。バイバイ。